リアの常識。皆さんのバイト先でしか通用しない常識や専門用語を紹介していくコーナーです。はい、チュウさんはうどん屋さんだっただっけ、あれ。残念ながらね、うどん屋さんでのバイト経験ないですね。スーパーいっぱいやったよ。でもおお、すごいね、うん、ゲームショップと、うんうん、軽食が取れる喫茶店と、うん、デパートの青果コーナー、うん、青果売り場、あの野菜とか果物とかのね、うんうん、そこと、某ファーストフード店と、うん、あとまあいくつかあったと思います。いつぐらいからバイトしたの？高校の時、高校2の時だ。ちゃんと働けるんだね。あ、そうですね。大体ね、でもこういうの言うと、うん、意外がられるのは接客業やるんですねって言われるよ。え、なんで？接客業できるじゃん、人当たり。俺そう思うんだけど、柔らかい。すげえ意外に言われる。人と会話できるんですねって。誰に言われるの？人をもてなせるんですねみたいな言われるけど、俺悪いけど接客ですげえ評判良くて、店長に就職しないって誘われたんだよと思う。あ、でも絶対人当たりすごいいいと思う、老若男女問わず。君分かってるよ。分かってるよ、分かってるよ。大体僕はあの同世代以外には人気ですから。あ、そうなんだ。同世代に嫌われてるの？嫌われ、なんでそういう取り方する？ごめん。悪い方取らない。不人気？へえ。まあ不人気かどうか分かんないけど、子供か、うんうん、あの年配の方にはね、評判よろしいです。私もうおばあちゃんみたいだから、すごいチュウさんいい子だわって思うよ。いい青年だわ。おばあちゃんには人気なのかな。うん、多分人気だと思う。だからもう成果コーナーね。バイトが大学生からしかバイト募集してなかったの、うん、で俺大学生ですって言ってバイト面接に行って受かった後に、店長に大学のあれ持ってきてって、うん、証明書みたいな、そう、学生手帳とか持ってきてって言われて、うん、お、俺大学生じゃねえやと思ってさ。え、だってさ、履歴書出すんでしょ、うん、履歴書嘘書いだよね。この人すごい嘘つきですよ。まあそれぐらいバイトをしたかったの、とにかく。あ、そうなんだ、うん、それで行って、うん、店長にそのいろいろ契約書を書く日に、うん、あのすいません、僕は高校生なんですよねって言ったんだ、うん、でも仕事はしたいんですって言ったら、うん、そっか、じゃあいいよって言ってくれて。本当はレジのバイトが欲しかったんだけど、うん、そこはじゃあ任せられないから、うん、じゃあ裏のそういう野菜切ったりとか、うんうん、パックに詰めたりする作業は大丈夫だから、それやって。力仕事だね。全然力つかないよ。え、そうなの？つかない、つかない。それでそっち行って、アメリカンチェリーを 100g 取り分けたり。素敵ー。好きでしょ、そういうの。好きー。なんでわかんの？絶対そういう作業好きだな。あと、パインを、上のヘタ切って、うん、下切って、機械っていうか道具があって。輪っかのとこにガンって刺すんでしょ？そうそうそう、あれをこれ刺して、キューンって押すと、なんかスポーンって綺麗に抜けるの。それを、ドーナツみたいになるんだよね。そうそうそう。均等に、2センチずつこう、切って、それをパックに入れて、こう、パックこう、パタってやる。すごい、朝やる。めちゃくちゃ憧れだよ。7時半ぐらいにやるね、それ。早いね。東京出てきてからは、うん、スーパーとか。東京出てきてからやったのはゲームショップ。あ、ゲームショップはね、伊藤静香ちゃんもバイトしてて、ずっとゲームしてたって言ってた。奥でみんなで対戦して。ダメなやつだな。言ってたよ。そっか。うちはね、中古ショップだったから、うん、中古ゲームを取り扱ってたのね。だからその、買い取ったものを、掃除したりする作業があるからね。うん、あ、ファミコンとか、ふーって吹かないとダメなんだよね。ふーって吹いちゃいけないらしいよ、本当は。あ、そうなの？ツバ飛んで、それがついちゃうじゃない。そしたら錆びるじゃない。だから本当は良くないらしいけどね。そうなんだ。うん、でもまあ、そういう部分の錆を取るんだったり、その、表面をね、アルコールで拭いて、汚れ？タバコ吸う人だったら槍の汚れとかついてるから、そういうの取ったりとか、プレイステーションとかさ、うん、CD のなってると傷がついてるから、その傷剣まで取ったりとかするからね、中古ショップ忙しいの。すごい。すごい。だから新品だけ売ってるお店って逆にさ、うん、棚卸しした後は、やること何があるんだろうと思うけどね。人が来た時売るのはともかくさ、それ以外。ポップ書くとかじゃない？どんだけのポップを書くのさ。一日中ポップ書くかね。まあ、ポップ書く作業、それは、そんなんやったらポップ俺らだって書くさ。あ、あとほら、特典がいろいろあるんでしょ、ゲームって。あるじゃん。あるけど、なんか、どれ買ったらどれとかさ。あ、そうなんだ。うん、もう、憧れだよ。スーパーとか。スーパーとか、その、成果コーナーが。もう、いろんなのが。う
すごいな。そうだね。なるほど。専門用語ね。あった？今まで働いてきて。その軽食が取れる喫茶店でバイトした時に、うん、お客さんに冷凍って言われた時に何の話か全然わかんなかった。大学の時、京都にいたから、うん、関西いると、なんか聞いたよ。あ、おじさんとかが使うのかな。おじさんまとか。おっさんがね。おっさんが使うから。とかよく言ってた。そうそう。だから、何言ってんだろう、常連さんとかがさ、うん、あ、いつもって言えば、わかると思うけど、うんうん、俺は今日からだから、わかんねえんだっていう気持ちがあるんだけど、もう何も言わせない姿勢で、うん、ああ、じゃあいつものとホットって言われると、何をホットだっていうね。ホットココアの顔じゃねえな、みたいな。コーヒーですか？コーヒーかな、みたいな。それで行ってマスターに、ホットって言われました。って言ったら、そう、ホットコーヒーだから、つって、コーヒーのね、なんかあの、ファーって出るやつで作り方で、教わって、それで作って出してとかさ。すごいね、うん。いつものって言われました、つったら、あの人いつもオムライスだからとか。かっこいいマスター。そうそう。で、マスターが作ってるのをこう見て、うん、俺らは作れないからね、調理師免許ないから、うんうんうん、だからマスターが作って、お皿乗せる、その乗せるの盛り付けだけやるから、それ持って野菜をスタンバイして、うん、持って、おいっつってこう。できるね。そう。本当にさ、できるバイトの人だね、中さん。できるかな？今のやらなきゃお金くれないレベルだけど。中さん尊敬するよ。ありがとうございます。はい。きっと、尊敬で。